palo y corro. ¿Qué dice? Vale, entendió encima. ¡Hola, mierda! Se reveló la chica. Entró una depresión. Tanjiro va a comer, ¿no? Sí, eso es lo único que hay. Mira, la mitad la comes. ¿Está bien? Gracias. Ah.
が怖いっていう善逸の気持ちもわかるが、スズメを困らせたらダメだ。え、困ってた？スズメ？なんでわかるんだ？いや、善逸がずっとそんな風で仕事に行きたがらないし、女の子にすぐちょっかい出す上にいびきもうるさくて困ってる。que ronca mucho。言ってるぞ。言ってんの？鳥の言葉がわかるのかよ。うん。嘘だろ？俺を騙そうとしてるだろ。駆け足、駆け足、炭治郎、善逸、走れ。共に向かえ、次の場所まで。走れ、走れ、炭治郎、善逸。いやー、そいつが喋ってる。Ay, qué tarado que es. なあ、炭治郎。やっぱり俺じゃ無理だよ。俺がいたって何の役にも立てないしさ。鬼の匂いが少しずつ強くなってる。この先に何かある。これは。血の匂いがする。でも、この匂いは。何か匂いする？ちょっと今まで嗅いだことない。それより何か音がしないか。あとやっぱ俺たち共同で仕事するのかな。音？子供だ。どうしたんだろう。君たちこんなところで何してるんだ？怯えているな。そう。よし、じゃあ兄ちゃんがいいものを見せてあげよう。じゃじゃーん。ね。手乗りスズメだ。ちょ、ちょん。な、かわいいだろ。ちょ。教えてくれ。何かあったのか。ここは二人の家？違う、違う。ここは化け物の家だ。兄ちゃんが連れて行かれた。夜道を歩いていたら見たこともない化け物が現れて、俺たちには目もくれないで兄ちゃんだけあの家に入ったんだな。二人で後をつけたのか。偉いぞ。頑張ったな。兄ちゃんの血の跡をたどったんだ。怪我したから。怪我。大丈夫だ。俺たちが悪い奴を倒して兄ちゃんを助ける。本当？本当に？うん。きっと。炭治郎。なあ、この音何なんだ？気持ち悪い音、ずっと聞こえる。鼓か、これ。音？音なんて。そんなことじゃない。あ、ese ruido。Más muerto que la mierda ese. Ay, la música triste que te ponen.
しまった、うん、痛かっただろう、苦しかったろう。炭治郎、もしかしてその人、この子たちの。ほら、見えるだよ。助けられなかった。俺たちがもう少し早く来てれば助けられたかもしれないのに。ねえ、この人は君たちの兄ちゃんじゃない。兄ちゃんは柿色の着物を着てる。柿？そうか、何人も捕まっていたんだ。戻ってきたら必ず埋葬します。すみません、すみません。よし、善逸、行こう。でも今助けられるのは俺と善逸だけだ。そうか。Estás solo, Tanjiro, en esto. なんだよ、なんでそんな般若みたいな顔すんだよ。よ。無理強いするつもりはない。行くよ。もしもの時のためにこの箱を置いていく。何かあっても二人を守ってくれるか。じゃあ行ってくれ。炭治郎、なあ炭治郎、守ってくれるよな、俺を守ってくれるよな。善逸、ちょっと申し訳ないが、前の戦いで俺はあばらと足が折れている。そしてまだそれが完治していない。だから何をしてんだよ。骨折るんじゃないよ。骨折れてる。炭治郎で俺を守りきれないぜ。死んじまうぞ。どうすんだ、どうすんだ、死ぬよこれ。キッピサオディ。骨折してるなんてひどい、あんまりだぞ。死んだよ俺、くくくり死んだ。死ぬ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 。静かにするんだ、お前は大丈夫だ。休めはよせよ。違うんだ、俺にはわかる。善逸はダメだ。あれは俺の命よりも大切なものなのに。はい、se la va a comer los nene. O a papá frita, una de dos. ごめん、シリ君。No me acordaba que cambiaban como de dimensión. Sí, del ruido, pero no de la dimensión, así como de la sala. De la dimensión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?合わせて。お兄ちゃんと離れ離れにしてごめんな。でも俺が必ず守るから。お兄ちゃんのことも善逸が守るよ。大丈夫。名前は？テルコ。そうか、テルコ、いい名前をつけてもらっ。No, mansas patas. A la mierda. いくつかの匂いの中でもこの屋敷に染み付いたきつい匂いだ。かなり人を食ってる。こいつがこの屋敷の主。死ねー。
ことに自分だけ助かろうとしてるんですか？死ぬとかそういうことずっと言って恥ずかしくないですか？年下にすがりついて情けないと思わないんですか？あなたの腰の刀は一体何のためにあるんですか？おすごい切れ味の言葉が。Lo hiría totalmente con esas palabras。No me acuerdo el nombre de este tampoco. ¡Nada yo! ¡Súgame, nani! ¡Yada, sóndame! Este personaje, boludo. El capítulo se merece un 4 por los personajes y por el monstruo ese. Y aparte estuvo bueno. Mira, cuando lo tiró a la persona por la ventana estuvo bueno, me gustó también. Tamarindo, papa frita y pumba. Literal. Thank you.
Qué loquito. Varios. すみません、善逸さん。Nada encima.
おお、おいしくない、きっとおいしくないよ。俺真面目な話、この子は痩せこけてますし、カツカツでまずいから。食ってみねえとわかんねえだろ。何それ、ちょっと早っ、se lo va a comer. Se durmió. ¿Qué carajo? Se transformó. Personalidad. ちょっとずつ。
Se lo hizo de una, boludo, ¿qué onda? Hizo papá y lo mató. Ese es uno, entonces. ¡No! テルコが助けてくれるから。テルコが助けてくれるから。
んに手当てをしてもらっているが、怪我は感知してない。勝てるのか俺は。その怪我が痛くて痛くてたまらないんだよ。俺はもう本当にずっと我慢してた。善逸を女の子から引き剥がした時も、声を張った時も、すごい痛いのを我慢してた。俺は長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できなかった。踏ん張ったりすると折れてるところがきしんで力が入らないんだ。あの鬼の爪のような跡がつく攻撃、あれが怖くて向こうに近づけない。万全の状態じゃないから間合いの内側に入ろうと突っ込んでいった時、痛みが走って足がもつれたら、うわ、またある。俺は輪切りだ。怪我のせいで悪い想像ばかりしてしまう。鱗が来た。水はどんな形にもなれる。マスに入れば四角、瓶に入れば丸く、時には岩すら砕いてどこまでも流れていく。そうだそうだ、水の呼吸は十種類の型がある。どんな敵とも戦えるんだ。怪我をしているならそれを補う動きをしろ。どんな形にもなれる。決して流れは止まらない。今の俺は骨だけでなく心も折れている。折れてる炭治郎じゃダメだよ。はい、ちょっと静かにしてください。まっすぐに前を向け、己を鼓舞しろ。頑張れ炭治郎、頑張れ。Me encanta que se ánimo a sí mismo。俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日もこれからも折れていても、俺がくじけることは絶対にない。Oh my god, este sí me gustó, este estuvo muy bueno. Este estuvo muy bueno. Aunque le faltaron un poquito de sangre, de pelea. Sí, le voy a dar un 4. Un 4 está bueno. Sí, me lo cortaron la mejor parte. Mal. よくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日もこれからも折れていても、俺がくじけることは絶対にない。炭治郎はどこだよ。悪い音がまだ響いてくる。無事でいろよ炭治郎。あの善逸さん、なんか同じとこ回ってないですか。やっぱりそんな気がしてたんだよね。さすが翔一くん、頼りになるね。じゃあこっちの部屋大丈夫か見てくれない。なんだよ、分かったからその目はやめて。自分でやりますよ。誰もいない。こっち行ってみよう。炭治郎、出ておいで。あ、おう、部屋が回った。Oh,
血を食わねばならんというのに。頭使う暇ないぞ。君、名前は？境外。境外。清。マレッジは渡さない。俺は折れない。諦めない。諦めなよ。女性はマレッジを得て中に気づきに戻るのだ。儚さも凄みもない。もう書くのはよしたらどうだい。紙と万年筆の無駄遣いだよ。最近は昼間全く外に出てこないし、そんな風だから君はつまらないのさ。趣味の鼓でも叩いていたらいいんだ。この家に閉じこもって、それもまあ人に教えられる腕前でもないが。避けたおかげで怪我が痛まない体の動かし方、呼吸の仕方が分かった。呼吸は浅く早く、その呼吸で骨折している足回りの筋肉を強化する。そして爪の攻撃の前にはカビのような匂いがする。来る爪の攻撃。
ってしまった。これは長男だ。長男だ。小僧。答えろ。小生の決起術はすごいか。すごかった。でも人を殺したことは許さない。うん、そうか。そうだ、血を取らなきゃ。血が取れてる。刺さったら本当に自動で血を取ってくれるんだな。うん、ユシロウさんは器用だ。お、うわ、猫。ガエット。君がタマヨさんのところへ届けてくれるんだな。よしよし、ありがとう。やっぱりそうだな、ありがとう。これでよし。じゃあ気をつけて。お、ユシロウさんの術で。泣くまで人の目には見えず、もう一度泣くとまた姿を消すとは聞いてたけど、ふわー、本当なんだな。 あの子たちは探さなきゃ。小生の書いたものはつまらないんだよ、君の書き物。全てにおいて、おーポリシート、美しさも儚さも凄みもない。ゴミなどではない。少なくともあの小僧にとっては踏みつけにするようなものではなかったのだ。成仏してください。小生の決起術も進みも認められた。やーい。昔から耳が良かったんだよな。
間に人が話したことを知ってる時があって、気味悪がられたっけ。ジマザ、鬼の音が消えた。炭治郎、鬼倒したんだな。炭治郎たちと、あと何か変なうるさい足音がするな。てめえんだ。善一さん、善一さん。ああ、よかった。大丈夫ですか。部屋が変わった時の勢いで外に飛ばされたんです。2階の窓から落ちました。そうだっけ。善一さんがかばってくれたので僕は大丈夫ですけど。それはよかった。で、なんでそんなに泣いてんの。なるほどね。俺が頭から落ちてんのね。はい。俺死ぬ、俺死ぬの。あ、なんか頭がクラクラしてる。常に exagerado、ボルド。聞いて分かった。5人目の合格者。最終選別の時に誰よりも早く入山して、誰よりも早く下山したやつだ。せっかち野郎。えへい。見つけたぞ。やめろ。なんだてめえは。そこをどけ。俺は善逸、お前と同じ鬼殺隊だ。ああ、鬼殺隊なら分かるだろうが、そりゃ始末しなくちゃなんねえんだ。早くそこをどけ。どかない。これは炭治郎の。ごちゃごちゃうるせえ。ならそいつも箱もまとめて始末してやる。さっさとどけ。この箱には手出しはさせない。炭治郎の大事なものなんだ。おいおいおい、何言ってんだ。その中には鬼がいるぞ。わからねえのか。そんなことは最初から分かってる。鬼を連れてるのは分かってた。あ、鬼の音は人間の音と全く違うから。でも炭治郎からは泣きたくなるような優しい音がする。今まで聞いたこともないくらい優しい音だ。生き物からはとにかく音がしている。たくさんの音がこぼれ出している。呼吸音、心音、血の巡る音。それを注意深く聞くと相手が何を考えているか分かった。でも俺は人によく騙された。俺は自分が信じたいと思う人をいつも信じた。鬼殺隊でありながら鬼を連れてる炭治郎。でもそこには必ず事情があるはずだ。それは俺が納得できる事情だって信じてる、うん。直接炭治郎に話を聞く。だからお前は突っ込んでろ。おお、ヒホでプーター。おぬ、話しなれ。触らせない。くそが。おらー。
を抜いて叩け、この弱味噌が。炭治郎、俺、守ったよ。お前がこれ命より大事なものだって。Tanjiro, hace algo. Se quedó quieto ahí. Cambié la música. ¡Qué hijo de puta, boludo! Te la cortan en la mejor parte. No, no, qué bronca me da la puta madre. Me da una re bronca, boludo, mal. Vamos a darle a este capítulo un 4. Se lo merece. Se lo merece el 4. Así es. Está muy bueno, boludo. Terrible. A mí me está gustando demasiado. No me acordaba lo genial que es esta. Que es este anime, boludo. Igual le tengo una bronca al jabalí. No sirve para nada el jabalí, la concha de la lora. Tipo que le haya clavado la espada o la katana en realidad. Jabalí. ¡Rejede! Mi vida, pobrecito, papá frita. No
と戦っているようだ。低く狙え。相手よりもさらに低く。Chica. なんだこれ。No. 俺の顔に文句でもあんのか。Un chico con pelo largo. 気持ち悪いやつだな。ムキムキしてるのに女の子みたいな顔が乗っかってる。え？何？俺の顔チロチロと見てやがる。別に見てないよ。君の顔に文句ない。こじんまりしていて。色白でいいんじゃないかと思う。殺すぞてめえ。かかってこい。ダメだ。もうかかっていけない。もう一発つついてみろ。もうしない。Pero por qué quieres seguir peleando? 君はちょっと座れ。大丈夫か。おいてこっぱち。俺の名を教えてやる。ハシビラ伊之助だ。伊之助。覚えておけ。どういう字を書くんだ。伊之助。俺は読み書きができねえんだよ。名前はふんどしに書いてあるけ。どうした？止まった？はい、きぱそう。どうしたんだ？ロマト？Puede ser. ¡Sugoi! ¡Atama sabate! ¡Hai! ¡Cuá! Tanjiro, atama cara chimo dete nai si. ¿Dondake atama katai nda? Inoshishi wa shishin shite ru no ni. Oni-chan no atama katai. Sou kana. Turbio.屋敷の中に殺された人がいるんだ。生き物の死骸なんて埋めて何の意味がある。やらねえぜ。手伝わねえぜ。そんなことより俺と戦え。うわ、本当におかしいんだこいつ。何の意味があるって。そうか、傷が痛むからできないんだな。はダメだこいつら。おかしいわ。いや、いいんだ。痛みを我慢できる度合いは人それぞれだ。だ
亡くなってる人を屋敷の外まで運んで土を掘って埋葬するのは本当に大変だし、善逸とこの子たちで頑張るから大丈夫だよ。ずれてる、ずれてる。伊之助は休んでいるといい。無理言ってすまなかったな。なめるんじゃねえぞ。100人でも200人でも埋めてやるよ。俺が誰よりも埋めてやるわ。Tiene un trastorno de la ira tremendo. Lidiar con una persona así, te juro. La verdad que Tanjiro tiene una paciencia para esto. Tierna. A la mierda que tenía nombre. Las caras. そんなにお腹が空いているなら、
これも食べていいぞ。ああ、ほら、すげえ。こいつ完全に箱のこと忘れてるな。ふざけんなよこの野郎。バグ、まつげ。お布団でございます。出た、妖怪バグ。早いもん勝ち。俺がこっちだ。いいぞ、好きなとこで寝ろ。善逸はどっちがいい？おい、どれもリッタピル。お医者様でございます。どうも。ふむ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 。うん、優勝。バラが折れてるとはな。おう、ノートレメンドチチョン。俺に謝れよな。痛かったんだぞ。ボカスカボカスカ叩きやがって。謝れ。断る。謝れよ。断る。謝るんだ。そんなんじゃもうご飯を一緒に食べてやんないぞ。はあ、なんだそりゃ。ご飯はみんなで一緒に食べた方が美味しいんだぞ、うん、そうだぞ。お前ら頭大丈夫か。お前に言われたくねえ。何かご用でございますか。あっ、お化けくれクイロン。カラスからの説明だと、この藤の花の家紋の家は前に鬼狩りに命を救われた一族なんだって。だから鬼狩りであれば尽くしてくれる。そう聞いたけど、これほどもてなしてくれるなんて。鬼殺隊がどれほどのもんや。そういう伊之助はどうして鬼殺隊に入ったんだ。ああ、何かきっかけはあるんだろう。鬼殺隊の隊員ってやつが俺の山の中に来やがったから、力比べして刀を奪ってやった。うん、その鬼殺隊員は不幸だ。そしたら最終選別ってのがあることや。鬼の存在について聞いてよ。それで伊之助は鬼殺隊に入ったのか。っていうか伊之助も俺と同じ山育ちなんだな。お前と一緒にすんなよ。俺には親も兄弟もいねえぜ。他の生き物との力比べだけが俺の唯一の楽しみだ。そうか。どうしたね、そこはどういった。誰も聞かないから。ああ、いた。鬼を連れているのはどういうことなんだ。善逸。分かっててかばってくれたんだな。善逸は本当にいいやつだな。ありがとう。おまそんな褒めても仕方ねえぞ。俺は鼻が利くんだ。最初から分かってたよ。善逸が優しいのも強いのも。あ、強くはねえよ。ふざけんなよ。お前が翔一くんを連れてくの邪魔したのは許してねえぞ。わわえ、出てこようとしてる、出てこようとしてる。大丈夫だ。何が大丈夫なの。ねえねえ、お前夜中なんだぞ。善逸、なんで挑発に乗らねえんだ。飯取られたのに。そりゃ何回かあいつ怒ってたの何だったっけ。キュピさん、いいじゃん。詐欺かかってないんかーい。守って、俺を守って。伊之助でもいいから。こっち来るな。ダメだ、マンドールいる。
cosita preciosa. Nezuko. Se hizo grande. Parece igual. Estuvo bueno el episodio. Le voy a dar unos 3 mates. ¿Unos 3? Creo que sí, porque estuvo divertido. Me gustó y estuvo divertido, así que le voy a dar unos 3 mates. Para los que no saben, la puntuación es de 1 a 5 mates. Así que estaba entre un 3 o un 2. Pero... igual es re irritante, chicos. Este capítulo fue muy irritante, la verdad. Pero estuvo bueno igual, me gustó. Es increíble porque los tres tienen una personalidad totalmente diferente. Uno es miedoso, el otro tiene una... ¿cómo es? Ay, no me sale ahora. Se enoja por cualquier cosa y es re competitivo. Y Tanjiro es un pan de Dios, boludo. Es re tranquilo dentro de todo y se encargó de todo por ahora. Todo lo que pasó se hizo cargo él, pobre. No fiques pesadilla, que vamos a la historia. No fiques pesadilla.